どうも、ヤードです。今回もですね、将棋坊主実況やっていきましょう。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけれども。はい。初段の方ですね、角交換振り飛車がお得意の方ということで、まあ、振り飛車党ということですね。まあ、やっていきたいと思います。まあ、何飛車でやっていくのか、四間飛車、三間飛車、向かい飛車、いろいろありますけれども、右四間飛車だけはやめとし、向かい飛車ですね。向かい飛車ということなので、ちょっと飛車先の歩突くの一回牽制というか、一回保留にしておいて、まあ、端は一回突き返しておきましょう。で、これは角一回引いておいて、で、相手はね、一目散に美濃囲いに、囲ってくるということですので、これ美濃囲いじゃないな。美濃囲いじゃないぞ、これ。穴熊だ。許さない、穴熊。だからいつも角交換振り飛車穴熊やってるっていうことですね。つまりレグスペやってるってことですね、いつもはね。いつものことはいつも通りであれば、角交換ができるなら穴熊かー、穴熊かい。普通の向かい飛車かと思いきやレグスペじゃないですか。まあレグスペじゃないんだけど、角交換してないから。角交換振り飛車で、でもいつもは穴熊やってきてるってわけじゃないのか。で、取って、これで、一応銀角交換だから、駒得してる。駒得ではあるけど、あ、切ってくるんだ。これあれですよ、穴熊の暴力ってやつですよ、もう。穴熊の暴力する気満々だもん。もう暴力しか今考えてないよね。この、なんか、暴力的なことだけで何かを全て解決しようとしてると思うんですけど、この人。絶対そうですよね。絶対そうだと思うんですけど、気のせいですか？これ、軽毒だけしときます。はい。軽毒だけさせていただいて。で、さあ、ですね。まあ、こっちはこっちで、ちょっととりあえずこの金をですね、召し取りに行きたいですよっていうのを、前面に押し出しながら、まあ、これは、はい、銀毒、そして金毒、まで刺してもらって、で、これまだ怖くない。まだ怖くないから、これで、と金で寄っていきましょう。ここに角打たれるのか。で、これ金取られるのがちょっとね、怖いんだよね。あそこに銀打ってくる。銀打ってくるのが知らない。銀打ってくるのはマジで知らない。これ逃げ道作っておこうか。この金取られるのがね、ちょっと怖いんだよな。角道もな、ここに効いてるしね。あ、でも金取ってこないんだったらまだいい。まだいいかもしれない。はい、これで、さあ、穴熊崩し。穴熊崩しのヤードと呼ばれた私のビギをですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、神々でしょうがないっていうね。はい。神々です。穴熊崩しと言われた私の美儀をですね、ぜひとも、ご覧になっていただければ嬉しいです。さあ、これ積んでいるのか？これは積んでますね。これは積んでるので、逃げとかないといけない。1分30秒。はい。あ、これまずいか。とりあえず全部切っていっちゃおう。とりあえず全部切っていっちゃおう。切っていっちゃって、これまずいから、まずいので、とりあえずまずいので、ここ銀打ちでしょ？銀打って、で、桂打ち。はい。桂打ちからの、角打ちで、あ、銀3枚。金打ち、あと銀3枚、金2枚。これで詰むかどうか。これで詰むかどうか。ここで、金使うべきなんだね、ここでね。金使うべきなんだ。金使って、こっちに逃がしちゃいけないんだよね。だからここでも金使わないといけないから、銀で残り、
これ詰ますってのが結構きついんじゃないのっていうお話になってきますね、これね。さあ、これで、王様どこに逃げる？王様そっちに逃げる？これ千日手じゃない？千日手になるよ。あ、そっちに逃げるんだ。そっちに逃げるのに、そっか、打ち歩詰めになるのか、これが。打ち歩詰めになるので、20秒。負けか。負けです。案外負けてないっていうのある？これ。案外負けてないですよっていうのあったりする？もしかして。実は生きてるっていう、なんかその、チンギスハンみたいな、あの、源義経が実は中国、モンゴルに渡ってチンギスハンになりましたみたいな、なんかそういうやつある？そういうのない？ないね、これね。そういうのないっすか？チンギスハンでしたってやつ。ない！ないかな？これは、取って。わ、もう時間じゃん。これ勝ってたかも。勝ってたかもしんない。いやー。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボード実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、一級の方ですね、嬉野龍河を得意の方ということでやっていきたいと思います。得意戦法が初段だったので、実質初段の方かなというふうに思いつつなんですけれども、まあ、昇級昇段できますようにと、お祈りの、アバターを使ってらっしゃいますけれども、もう本当にそれはもうこっちの、セリフというかですね、もう昇級昇段させてくれと、頼むから、もう達成率、一桁台を抜け出させてくれと。もう昇級昇段ってほどね、なんかそんななんか高望みしませんから、とりあえず 30% か 40% ぐらいの達成率をくださいと。もうなんかそういうことをですね、祈りたい気分でございます。さあ、今日も京都で楽しく将棋ウォーズ実況やっていきたいと思っておりますので、よろしければですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、これは、はい、一回ね。さあ、こっからまあどうしていくかっていう問題なんですけども、お相手の戦型はなんかちょっと雁木っぽい、形、ですね、はい。で、この中段飛車がね、やっぱり邪魔なので、まあそれをちょっとどうにかしたいなと思ってはいるんですけど、はい。まあ、中段飛車が邪魔とはいえ、まあ、一回は棒銀を決めに行きますか。まあ、ただ、これを取ってきてくれないっていうパターンか。なるほどね。取ってきてくれないんだったら、一回やっぱり桂馬跳ねて、この飛車をちょっとどかしておく必要がありますね。あ、取ってきてくれる。取ってきてくれるのであれば、行きたいと思います。まあ、角がね。一回ね、ありますよね。で、まあ、おっと。ちょっとこれ先に桂馬跳ねていいっすか、これ。銀上げるんでしてください、みたいな。その交換、物々交換どうっすか？等価交換になってると思うんですよ。完全に等価になってると思うんだよね。そう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 。まあ、ちょっとそれは許してくれないということなので、一回ここに歩打ってですね、まあ、普通に棒銀を決めていくという形を取っていきたいと思います。まあ、銀取られてもね、金を取り返すことはできるんで、最低限。で、ここで、まあ、叩きの歩みたいなことがあるんですけど、まあ、まあまあ、一応ね、これで、あ、王様で来るんだ。王様で来るのは知らない。ここに、ちょっと、歩打ちしますか、そしたら。王様で来るのは知らないので、ここに金打ちして、で、まあ、金を捨てながら、駒得じゃなくて、駒損でしかないんですけれど、まあ、勝負していくと。
いう形でちょっと頑張っていってみたいと思います。まあでもコマゾンはコマゾンだからね、いいはずはないんだよね。いいはずはないんだけど悪くもないんじゃないかっていう一縷の希望はあります。でこれは各一回どっか行ってもらいましょうね。でそこにまあふんどしの刑、打っておいて、でまあこっからだよな。こっからこのね、銀角金銀のこの連結をですね見事に崩していきたいなというふうに思っているんですけど、まあ、それはねここにふんどしの刑があるんでそれだけはさすがにケアさせていただいて、まあ本当はねここに歩の拠点とか作りたかったんですけどこの歩はもうしょうがないですね。しょうがないの歩です。でこれでもう角なっていくっていうのは別にいいよっていう話にしておこうかなと思います。別になればいいじゃんって、もうそこまで言うなら なったらいいじゃん、もう好きにしたらいいじゃん、知らないもん私みたいな、なんかそんな感じでちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあこれはどうする、筆取る、筆取りますか。1分30秒。まあ桂馬、まあこれも駒損ですよね、桂損になりますよね、これも桂損になるんだけど、桂損にはなるんですが、まあ、そろそろちょっと王様に迫っていくっていう作業をね、していきたいなというふうに思いますね。はい、これで、なっておいて、まあそろそろ迫っていっても大丈夫でしょう。で相手の時間よまたこれさ、時間で勝ったとか言われるんだよね、これ時間でしか勝てないみたいな、もうあなた時間しか見てないじゃないですかみたいなことを言われたりするんですけど、もう誠に遺憾ですね。はい、ありがとうございました。はい、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。そして、時間切れでしか勝てないクソ野郎という叩きコメント、たくさんお待ちしております。それではお疲れ様でした。音楽室の古いピアノに持たれて歌ったね、知ってる、まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくって